こんにちは、ようこそお越しくださいました、東京大学の公開講座の、今年の枠は3日目ということで、仮想と現実というタイトルの講義一連の講義になっていますが、今日の最初の、お話として、現実を編集するインターフェースというタイトルでお話しさせていただこうと思います。情報理工学系研究科の鳴海拓司と申します。私はですね、情報理工学系研究科ってよく分かりにくいんだと思うんですけれど、主にコンピューターを扱ってるんだなっていうことをなんとなく分かっていただければと思います。私の専門はバーチャルリアリティ、まさに今日のテーマが仮想と現実というふうになっていますが、バーチャルリアリティというのは扱っています。でも実はバーチャルリアリティの研究の人たちに仮想っていうとすごく嫌な反応されてですね、バーチャルっていうのは仮想と訳すのは本当は正しくないんじゃないかと。でバーチャルというのは実質的にという意味ですね。なので本質は変わっていないわけです。で仮想っていうのは本当にそこにないという意味なので、なんか少しニュアンスが違うなと。なのでバーチャルリアリティっていうのは日本語では人工現実感というふうに訳されたりしていますが、かなり仮想と現実というテーマだと関連の深いお話なので、今日はこちらに呼んでいただけてとても嬉しく思っています。で、授業らしくですね、最初にバーチャルリアリティとはみたいな定義のスライドを出してみたんですが、バーチャルリアリティっていうのは、定義を言うと、物理的には存在しないものを感覚的にはそこにあるように、本物と同等のように本質を抽出して感じさせるという技術です。物理的に存在しないものを本当にそこに同じものを作っちゃったら、バーチャルリアリティでも何でもないわけで、そのコストがすごくかかってしまうわけですよね。でそのコストを減らしながら人が同じだと感じられるギリギリのところまで削いでいくというところがバーチャルリアリティという技術の本質になります。でバーチャルリアリティというのがどういう技術かというと、3つ構成要素がありまして、人が現実のものを、現実の中で人がこう動いている動きなんかをキャプチャーしてコンピューターの中に持っていくと。そうすると人がコンピューターの中で活躍できるわけですね。で、さらにはじゃあ人が例えばこうマイクを動かしましたみたいな、人と環境が相互作用するわけですけれど、その相互作用にも続いて、例えば僕がバーチャルの世界で物を投げたら、そのボールが物理法則に従って飛んでいくというように、裏側でシミュレーションをしなければなりません。で2つ目の構成要素からこのシミュレーションです。で3つ目はですね、計算しただけだとコンピューターの中で世界で閉じてしまうので、我々がそれを現実と同じように感じられるというフィードバック、互換を出してあげるっていうのが大事になってきます。なのでこの時ですね、さっき のヘッドマウントディスプレイをつけると200メートルのところにいるみたいな視覚しか出していないわけですけれど、我々互換というのでいろいろな感覚を使ってリアルを感じているわけですよね。なので触覚を出したり匂いを出したり味を出したり、そういういろいろな五感を出すことができれば、もっと究極のバーチャルリアリティができるだろうというふうに考えています。最近ニュースなんかですね、 VR 元年ということをよく聞くかと思います。で VR の研究者にとってみると、今年は全然元年でも何でもなくてですね、バーチャルリアリティという言葉が生まれたのは1989年ぐらいだと。でその発明した人っていうのがジャロン・ラニアーという方なんですけれど、ジャロン・ラニアーはですね、1984年には世界で初めてのヘッドマウントディスプレイというのを商業化しました。でさらにその20年ぐらい前にですね、アイバン・サザーランドという先生が、世界で初めてヘッドマウントディスプレイというのを作りました。でこういうふうにですね、実は20年とか30年周期ぐらいで VR っていうのは少しずつ革新が起きているわけです。じゃあ今回何が違うかっていうところを考えてみると、研究者は VR 元年とは言わずに VR レディー元年とかいうふうな表現をします。レディーってどういうことかっていうと、みんなが使える準備ができたってことですね。ご家庭にもやっと入っていけるようになった、10年前はですね、ヘッドマウントディスプレイって何百万円したものなんです。ですけれど今や数万円で市販のものが手に入る。例えばプレイステーション VR っていうのがこの秋に発売されましたけれど、そういうものが誰もが使えるように家の中に入ってくる環境ができたよというのが、今年になります。で逆にですね、こんなに VR 普及しだすと、もう研究者って何にも研究することないんじゃないですか。VR もうみんなゲームの会社とかいっぱい作ってくれればいいんじゃないですかというふうにおっしゃる方もいるんですが、じゃあ VR の研究者って何をしてるんだろうというのを見てみますとですね、VR の専門家の組織があって、日本バーチャルリアリティ学会という学会があるんですけれど、そのプログラムを見てみます。でプログラムでいろんな人がこう発表する
のがこう区分けされているんですけど、そのセッション内訳を見ると、例えば2015年のものだと37分の13が五感に関するものです。つまり視覚聴覚だけではなく、例えば触る感覚をどうやったら出せるか、匂いをどうやったら出せるか、そういういろんな人の感覚に働きかけるにはどうしたらいいかというのを真面目に研究している人たちが、まあ、大体半分ぐらいいると。で、次にですね、VR を何のために使うか、例えばこうやったら仕事が効率ができるんじゃないかとか、高齢者のために役に立つんじゃないかとか、教育に役に立つんじゃないか、つまり VR をどういうふうに使ってどういうふうに社会に役立てるかっていうコンテンツをデザインするっていうところで3分の1ぐらいの人が働いているというのが分かります。で、この傾向はですね、これ2015年のデータなんですけど、今年最近あった VR 学会のデータを見ても全く同じで、まあ、ほとんどみんな五感と VR をどうやって社会で使うかということを考えられていると。なので、今日はですね、少し五感の話をまず最初にして、その後、社会の中でどう VR を使っていくかというお話を少ししてみたいと思います。で、最初は、五感を変えるという話をします。で、今日はですね、現実を変えるっていうテーマを、ちょっと私設定してしまいました。で、バーチャルリアリティってですね、その現実と全く関係ない世界に自分たちが行って、そこの中だけで楽しむというイメージがありますよね。でもそうではなくて、実はバーチャルリアリティで体験したことっていうのは、それを自分が現実に戻ってきたときに、それがずっと引き継がれているわけです。なので、バーチャルリアリティで体験して現実に戻ってくると、自分が変わっていたり、現実が変わっていたりするということがまあまああります。で、そういうことが少し垣間見えるような例というのを少しずつご紹介できればと思っています。これは例えばですね、好きな形のものを触覚を出すというディスプレイです。例えばこういろいろバーチャルリアリティの中で設計をして、車はこういうデザインがいいんじゃないかっていうのを作った時に、見るだけじゃなくてやっぱり触って確かめたいですよね。で、そういう触って確かめるというのを触覚のディスプレイというんですけれど、触覚のディスプレイって普通、例えばロボットが押し返してくるみたいな、その力を出さないといけないので、すごく複雑な機械を使う必要があります。でも我々のこの形を出すディスプレイっていうのはちょっと特殊なことをしていまして、メカが全くありません。で、どういうものかというと、物を実際に触るんですけど、触るときに前にモニターがあってですね、モニターに触ってる手の映像が出ます。で、まあモニターの裏にカメラがついてるわけですね。なのでモニター越しに自分が触ってるところを見ます。で、裏側にあるものは何かというと、こういうただの茶筒みたいな円筒のものです。これを触るんですが、画面に表示されているのはそれと同じものではないんですね。へこんだ形のものが例えば表示されます。で、この指をなぞる動きっていうのをカメラで撮ってあげて、この表面に沿うようにちょっと空間をずらして歪めて表示してあげると、そうするとこのへこんだものを触って見えるので、自分の感覚を上書きしてしまって、見た目を変えるだけでこれへこんでますねっていうふうに答えてしまうというのがこの原理です。ちょっと触覚の研究っていうのはですね、不利で、いくら喋っても伝わらないんですね。なのでちょっと映像で見ていただこうと思うんですが、こういうふうに触っている動きをこういうふうに変換して見せてあげます。で、これはへこんでいるものを、もう本当にそのへこんでいる端をなぞっているように見えますよね。ですけど、これを動きを変換してあげています。で、コンピューターのいいところは、この CG とか空間の対応っていうのは好きに変えられるので、同じものを触っているのに膨らませて感じさせることもできると。膨らませてる映像にすると、あ、今度は膨らみましたねと、裏側でどんな風に形変えてるんですかって言われるんですが、裏側では全く何も形は変えていません。で、こういう見た目を変えるだけで、我々は触った形っていうのを、だいたい9割ぐらいの人が、あ、見たままのものを信じて形を感じてしまうと。で、形が変えられることが分かったので、ちょっといろいろ試してみたんですね。これはこう板に平行に突起がついています。で、こういう突起を触って、もらうんですけれど、この間隔が本来は等間隔についているんですけど、コンピューターの中の表示ではそれをずらしてあげるんですね。こう今狭い広い狭い広いというふうになってます。で、ただこの角を通る瞬間だけ揃えて、あとはこう空間がここ広くなるようにうまく歪めてあげると、あ、ここ広くなってますねっていうふうに答えてしまうと。まあ、角をないところに角を作るというのはできないんですけど、角の位置をずらすことはできる。あとは位置が変えられたのでですね、ちょっと調子に乗って角度も変えられるかなっていうのをやってみたんですが、
これも驚くことにですね、こんなの効かないだろうと思ったんですが、なんと40度ぐらい回しても人は気づかないんですね。ここ曲がってますねって言うんですけど、すごいまっすぐなものを触ってて曲がってますねって答えてくれると。でそういうふうにですね、結構人は見た目を信じてるわけです。まあ、見た目が何割とかいう話もありますけど、実は、まあ、手の感覚って騙されにくいと言いながらも、人は見た目で結構触覚の感じ方を変わっていると。で、ちょっと変わった研究としてはですね、握ったものの大きさを変えて感じさせるっていうのもやったりしています。で、さっきの話だと指の位置をちょっとずらしてあげると、触ってる形が変わるよっていうのをやっていたんですが、それを2本の指でやろうとすると、左側を合わせると親指が合わないみたいな問題が起きてきますね。で、そういうのを回避するためにですね、手をこう歪めて変形して出してあげるっていうコンピューターグラフィックスの、手法をうまく使ってあげると、こういうふうに物のサイズだけ変えてるのに、あたかも違うサイズのものを掴んでるような手の形っていうのを作ることができます。これをやってあげるとですね、だいたい4割ぐらい形を変えてもその大きさを感じてしまうと。でこういうものを、じゃあこういう要素を何で研究してるかっていうのを、こういうものを組み合わせていくと最終的には好きな形のものっていうのが出せると。で例えばこういう形のものが本当は入ってないのに、こう触って、好きな壺の形がこう粘土をこねるように作れていくと。でしかも実際に触ったらどういうふうに感じられるかということが、まあ、分かりながらデザインできる。で例えばインターネットでデータだけ送ってくれば、その送ってきたデータのものを実際に触りながら、この形気に入らないとか、ここはちょっとこういうふうに直そうとか、そういうことが初めてできるようになるわけですね。なので触覚を送ったりやり取りするときに、メカがない人の家にでも送って触覚を感じてもらうことができるとか、そういうことをやろうと思っています。で、実際現場でも使ってまして、これはですね、東京国立博物館さんと一緒に共同研究したときにですね、文化財に触れてもらいたいと、触って形を感じたり重さを感じたりしてもらいたいんですけど、やっぱり触ったら壊れちゃうと。でバーチャルリアリティを使って実際に触ったような感覚を与えてあげたいっていう時に、でもやっぱり複雑なメカを使っちゃうとすぐ壊れちゃったりしたら、博物館でメンテナンス中です、使えませんって書いてあるとみんながっかりして帰っちゃいますよね。で我々がさっきご紹介したような技術っていうのは、メカは全くないので壊れにくいといういいところがあって、さっきみたいなのを組み合わせて、例えばこういう竜の形をした置物に触る触覚を出してあげようとか、そういうようなことをいろいろ研究をしていました。でこれはまたちょっと変わった研究でして、先ほど円筒のものを触っていると形が変わって感じるというのはですね、人の大きさまで大きくしたらどうなるだろうという研究です。そうするとですね、曲がってる壁なのにまっすぐに感じるんですね。でどういうことかというと、これがバーチャルリアリティのヘッドマウントディスプレイをつけて見ている映像で、少し暗いので分かりにくいかもしれませんが、まっすぐな壁が表示されていると。で壁に触りながら歩いてくださいと言って、こうやって触ってもらって歩くんです。で実際の壁っていうのはですね、こうぐるぐるっとこう円形になっていて、曲がって歩いてしまうんですけれど、本人はまっすぐな壁を見ながら歩くので、私はまっすぐ歩いていますと答えてしまうわけですね。でバーチャルリアリティってこういうふうに歩き回ると世界が見え方が変わって見えるというのは実現できるんですけど、センサーが必要なんです。人がどこにいるかっていうのを測らなければならない。でその測れる範囲っていうのは結構狭いんですね。5メーターかけ5メーターぐらいしか測れなかったりする。でそうすると、じゃあバーチャルリアリティ無限に広い世界が作れても、歩いていこうとしたら5メートル歩くとこれ以上は進めませんっていうふうになっちゃうわけです。でここでこれを研究っていうのは、その制約を打ち破ろうと思って開発したもので、同じとこをぐるぐるしてるのに本人は無限にまっすぐ歩いているような感覚がすると。でこういうものがあれば、例えば海外に実際に自分の足で行ったようなその観光とかがバーチャルリアリティの世界で狭い家でもできるようになるということを考えてやっています。で、まあ、ちょっとこういう視覚と触覚とか、視覚と触覚で空間を変えるとか、そういう研究をいろいろしてきたりしています。でもっとちょっと変なところに飛んでみるとですね、味を変えるっていう研究をしたりしています。これメタクッキーというシステムで、このゴーグルをかけるとですね、これ普通のバターのクッキーなんですけど、見た目はチョコレートのクッキーに見えるんです。でなんであんなにちょっとごついヘッドマウントディスプレイをしているかというと、匂いを出す装置がついてるんですね。で鼻にクッキーが近ければ近いほど、例えばチョコレートの強い匂いを出してあげる。そうすると見た目も香りもチョコレートクッキーなので、この状態で食べると大体8割の人はチョコレートの味がしますというふうに言ってしまうわけですね。
で 味を変えるってすごく難しいじゃないですか。まあ、調理をするっていうのは基本的に味を変える基本的な技術ですけれど、そうじゃなくてもう一回出来上がってしまったものの味を変えるっていう時に、それは無理だから見た目と匂いを変えたら実は味が変わるよっていうようなことを利用してバーチャルリアリティで味を変えるというのをやったのがこの研究です。でどうしてこういう研究をしているか。普通我々は例えば教科書で習ったルールだと、目に入ったものが視覚で処理されます、耳に入ったものが聴覚で処理されます。目に入ったものっていうのは聴覚には何の影響もないですよ、つまり全然感覚っていうのはセパレートして分かれてますよというふうに今まで習ってきたと思います。だからテレビっていうのは映像を作るために 4K8K っていうふうにどんどん解像度が高くなったりとか、立体の音響っていうのもどんどん音だけを追求していますよね。でもそういうことをやってると、例えば味を出すディスプレイを作ってくださいって言われた時に味は出せないなってなってしまいます。なのでなぜ、まあ、例えば匂いとか味とか好きに作れないのは、それは化学物質混ぜないと作れないので、自分の好きなように感覚を作ることができないんですね。でじゃあこういう制約を打ち破るためには、こういう我々の古典的な感覚の見方っていうのを変えていかないといけないんじゃないかと。で実はそういう事例ってすごく近くにいっぱいあるんです。例えばかき氷です。かき氷ってこれ結構お話しするとショックを受ける方もいらっしゃるので事前に言っておくんですが、シロップ中身実は一緒なんですよね。なので鼻をつまんで目を閉じて食べると味は全部一緒なんです。ですけれどこれ何が違うかというと、香料と着色料が違うと。なので匂いと色しか違わないのに、我々はイチゴだと思ったりメロンだと思ったり何か違う味だと思ったりするわけですよね。で、そういう影響っていうのが日常にもある。つまり見た目と匂いが変わるだけで味が変わるっていうのは、我々積極的に実は利用していたわけです。でそれで楽しめるんだったらいいじゃないかということで、さっきのメタクッキーというようなシステムを作ったりしました。で、そういう味や匂いを変えるのは難しいから、じゃあ見た目を使おうとか、じゃあ匂いで味を変えようとか、そういうようなことを考えると実は新しい可能性が見えてくる。で次にですね、心理学の方の知見なんですけど、これ2つ図形があって、どちらかに僕はブーバと名前をつけて、どちらかにキキという名前をつけたいと思います。じゃあ皆さんにも聞いてみたいと思うんですが、こちらがブーバだと思われる方はちょっと手を挙げてみてください。お、この広い部屋で10人ぐらいですかね。じゃあこちらがキキだと思われる方、あ、もう圧倒的多数ですね。でこれは少数いらした方にはちょっと大変失礼なんですが、どのカルチャーで聞いても大体多くの人がこちらがキキと答えて、こちらがブーバと答えるというブーバキキ問題という有名な問題になっています。で、見た目と音って本当は関係ないはずなんですが、キキという尖った音とこういう尖った映像のような表現というのを結びつけてしまって、人は必ずこっちにキキというふうに名前をつけてしまう。なので、まあ、見た目とそういう発言が似てるかとか、そのデザインで使いやすいか使いにくいかっていうのは実はこういうところに問題があって、実は感覚っていうのは全然分かれて考えていると、そういう使いにくい問題みたいなのがいっぱい起こってきちゃうわけですよね。なので実は感覚に間に関連があるよというのはこういうところからも見えてきます。で、もう一つかき氷みたいな事例が起こるのはなぜかというところで、錯覚について紹介していきたいと思います。皆さん盲点っていうのは聞いたことがありますでしょうか。人はですね、こう目の中に視神経というのがいっぱいあってですね、そこにこう光が当たってそれが反応するのでものが見えているわけです。でもその視神経っていうのの神経を目の中から外に1箇所出さないといけないので、全てのケーブルをこう束ねてですね、1箇所穴を開けといてそこから外に出しているわけです。なのでその一点にはセンサーがない。でセンサーがないのでそこのものは見えないはずなんです。でそれを体験できるのが錯覚、この盲点という現象でして、上の図形の左目でこの十字を見ていただいて、うまく距離を調節していただくと、ある距離でこの黒い丸っていうのが消えます。でそれが盲点です。つまりここから入ってくる情報がなくなるので何も見えなくなっちゃうわけですね。でまあ、結構距離をちゃんと調整しないとそうならないので、ずっと見えるよっていう方もいらっしゃるかもしれません。ただ情報が入ってこなくなるので消えるよというのが盲点の一般的な説明です。では
この下の図形を同じように見たらどうなるでしょうか。ご覧になった方もいらっしゃるかなと思うんですけど、これ黒い線がつながって見えるんですね。で、上の説明、さっきの説明だと少しおかしくて、ここ情報がないのに線が見えるってよく考えるとおかしくないですか。情報がないから見えないっていう説明に理解を納得はされると思うんですけど、情報がないのに見えないはずのものが見える。で、これはどうしてかというと、周りが直線だからここも直線だろうというふうに脳が推測して穴を埋めているわけです。で、こういうふうに実は我々、例えば目の中の細胞がどっか少し死んでしまうかもしれない。そうするとその情報が足りないまま画面というか世界がどんどん欠けていったら困りますよね。で、そういうことが起こってもいいように脳の中である程度埋め合わせをする機能があります。で、こういう補完の機能っていうのは今ここでは一つの感覚の中で鮮やかに見せてくれる現象でしたが、こういう現象っていうのは実はいっぱいな感覚の間でも起こっているわけです。なので、チョコレートの見た目を見てチョコレートの香りが来ると、あ、これは絶対チョコレートの味に違いないというふうに脳が補完をしてしまうと、そのために味がチョコレートになってしまうという現象が起きます。で、こういう効果のことをクロスモーダル効果とかクロスモーダル現象というふうに言います。モーダルっていうのは感覚のことです。で、クロスっていうのはその交差してるってことですよね。なので、例えば目に入ったものが味に影響するとか、鼻に入ったものが味覚に影響する、こういうものをクロスモーダルと呼んでいます。で、このクロスモーダルっていうのは実は経験で結びつきができていって、経験によってこういうものができていくと見た目から匂いが補完できるとか、そういうようなことができるというのが分かってきています。なので、こういう原理を使うと実は感覚っていうのは分かれてるんだよっていう考え方とはちょっと違う新しいデバイスを作ったりとか、新しいバーチャルリアリティを作ることができると。例えばですね、これは僕が作っている拡張満腹感っていうシステムなんですけど、食べ物の大きさを変えてみせると、食べ物を大きくしてみせると食べたらすぐお腹いっぱいになっちゃうよと、逆にこういうふうに食べ物をちっちゃくしてみせると健康にいいものはいっぱい食べられるようになるよとか、そういう見た目の影響を利用して楽してダイエットしようっていう見えすいた魂胆の研究なんですが、例えばこうですね、回転寿司に行ってお寿司が大きくなると子供がすぐ満足してくれて安く上がるだろうとか、そういうことを考えてやってます。で、言うは安しなんですけど、本当にそんなの効果あるのっていうので、真面目に我々研究者なんで実験もしてます。学生さんにですね、おやつ食べ放題の実験をやるんだけどっていうと、みんな喜んできてくれるんですね。で、こういうふうに日によって大きさを変えてみせて、どれぐらい食べる量が変わるかっていうのをかなり実験は統制してですね、必ずお昼ご飯に同じものを食べてから何時間後に来てねみたいな、そういう条件を決めてからやってもらうと。で、この子はですね、例えば小さい時13枚食べて普通の時11枚食べるんですけど、なんと大きく見せた時は7枚でお腹いっぱいになっちゃうんです。で、ここで何が起きているか、1人だけではなくて12人ぐらいやった平均をすると、見た目がちっちゃい時 15% ぐらい食べる量が増えると。で、逆に見た目を大きくすると1割ぐらい食べる量が減らせるんです。で、そういうくらい実は人は見た目を信じて、ご飯を食べていると。で、お腹の中にですね、バネばかりがあるわけじゃないんで、例えばご飯 400g 食べましたみたいな、我々は絶対わからないわけですよね。そうなると、例えば器にどれぐらい盛ったとか、相手がどれぐらい食べてお腹いっぱいそうにしているとか、そういう見た目の情報を信じるしかなくなるわけです。なので、そういう見た目の影響によってすごくお腹がいっぱいになったり、なかなかならなかったりすると。さらにですね、食べる量こんなに変わってるんですけど、どれぐらいお腹いっぱいですかっていうアンケートは毎日同じだったんです。つまり満足度は変わってない、満足度は変わってないけど食べる量を変えることができるってことで、無意識ダイエットとか呼んでますけど、そういうふうにかなり役に立つこともできる。で、ここで面白いのはですね、感覚、見た目を変えただけなのに食べるって行為が変わったってことですよね。我々の行動が書き換えられる、これってつまり現実が変わってるってことですよね。で、ちょっとバーチャルリアリティで感覚の感じ方を変えると、我々の行動っていうのがすぐに大きく変わるというのを鮮やかに見せてくれた実験です。で、最近は AI なんかもブームになってますが、我々がもしかしてこういうメガネをかけて AI と融合することができれば、もっとヘルシーな食生活を送ることができるかもしれない。
例えば、まあ、この食べ物は何でカロリーがどれぐらい入ってるみたいなのを機械が推定できるようになってくると、そうするとですね、我々が意識して努力して食べる食のバランスを改善するのはかなり難しいですけれど、こういうこれはカロリーが大きいからちょっと食べたら満足するようにしようみたいなのをコンピューターが勝手にやってくるとですね、我々は努力しなくても健康な食のバランスを実現できるかもしれない。でもまあ大体こういうことをやってるとですね、すごい面白いんですけど、メガネかけてご飯食べたくないんですよって言われます。で、今の人にはそうかもしれません。なので、まあでもそう言われるとちょっと悔しいので作っちゃうのが研究者なんですが、これはですね、メガネなしで同じことができるっていうシステムで、いわゆるプロジェクションマッピングの技術を使っています。で、どういうことかっていうと、ご飯の周りに映像を出してあげると。この映像のサイズを変えるとですね、食べる量が変わるんです。で、こういうふうにこのテーブルはですね、上に物を置くと、あ、ご飯だって認識して映像を出してくれると。で、この時にですね、周りにあるものが大きいとご飯がちっちゃく見えると。で、周りに映像がちっちゃいとご飯がいっぱいあるように見える。これは同じものが2つ置いてあるんですけど、今こっちが少なくてこっちが大きいように見えるんじゃないかと思います。で、映像だけ入れ替えると全く同じものだったのに変わって見えると。まあ、これはデルブーフ錯視っていう錯覚の現象を使っているんですが、例えばまあ普通はこういうお皿で出てくると思います、レストランとか。でももしかするとこっちの方が満足度高いかもしれない。で、こういうのって実は普通のお皿でも起きるんですが、普通のお皿って食べ進んでいくと比率が変わっちゃいますよね。で、コンピューターのいいところはインタラクティブに変えられるっていうところで、食べ進んだら進んだだけお皿をちっちゃくしちゃう。こうするとですね、食べても食べても減らないんです。まあ、こういうのがコンピューターが人に合わせて変えるところのいいところですね。で、なので現実のお皿にはできない、もっと効果の高いことができる。で、しかもですね、我々このアイトラッカー、視線を検出する装置を使っていて、最近ながら食べとか皆さんしますよね。テレビを見てる間とかにこっち皿見てないなと思ったら皿をちっちゃくしちゃうんです。そうすると本人は全く気づかないでお皿のサイズだけ変わっていて、さっきもっとパスタ食べたはずなのになんか麺が増えてるなというふうに思うと。で、自分でやるとですね、もう本当これ気持ち悪くなるぐらいお腹いっぱいになっちゃう実験で、かなり効果的に変わります。で、まあ、こういうような食べる量を変えるとかいう研究をしたりしています。あと、これはですね、AR を使って AR とか VR を使って楽々働くっていう仕組みで、物が軽くなるんですね。疲れにくくなる。で、どういうものが、普通物が軽くなるって言ったら体にロボットみたいなのを身につけるのを想像しますよね。これは見た目を白くするだけなんです。引っ越し屋さんの段ボールってなんか白いですよね。我々普段茶色い段ボール使ってるのに。で、まあ、いい引っ越し屋さんに頼むと白い。なぜかっていうと、白いと疲れにくいっていうのを彼ら知ってるんです。で、実際実験をしてみると、こういうふうにですね、同じダンベルなんですけど眼鏡をかけてみると白く見えたり黒く見えたりする。全く同じものですよ。で、決まったペースでですね、できるだけこうダンベルを上げてもらうっていう実験をやると、まあ、なんかだんだんちょっとフォームが崩れて怪しくなってきます。で、黒い方がすぐ諦めちゃうんですね。で、白いともうちょっと何回かできる。で、びっくりすることに色変えただけで 18% も持ち上げられる回数が変わるんです。で、まあ、これだけだと引っ越し屋さんがやってることと変わらないんですけど、我々はサイエンティストなので、これが何で起こるかっていうのを研究してます。で、筋肉がどれぐらい動いているかっていう活動を測ってあげると、黒いとやっぱりすごくいっぱい筋電が動いていて、白いとあんまり動いてない。で、これはどういうことかっていうと、黒く見えると重そうに見えるんです。そうすると、これを持ち上げるためにはあらかじめいっぱい力を使わねばと体が無意識に思って持ち上げると。そうすると持ち上げた時にはあれ、思ったより軽いなとは思うんですが、力はいっぱい使っているのですぐ疲れてしまう。逆に白い時は油断するんですね。あ、これはこれぐらいの力で持ち上げられるだろうと。で、少ない力を使って持ち上げると疲れずに長く働けるというような効果があるということが分かってきました。で、こういうふうにですね、実はちょっと見た目を変えるだけで疲れずに働けるとか、そういう効果もあります。で、ここからちょっとずつですね、また怖い話に入ってくるんですけれど、我々の気持ちを変えるという研究をやってみたい、紹介したいと思います。今、行動を変えるって話をしました。で、我々結局体に入力って五感しかないんですよ。なので、五感を入力されていろいろな判断をして感情が生まれたり行動が生まれたりする。
ということは五感に働きかけるとこのあたり気持ちとか行動っていうのは変わっちゃうわけですよね。というのをやってみた実験がこれで、扇状的な鏡という鏡みたいなシステムを作りました。この三面鏡になっていてですね、こう真ん中が実は鏡じゃなくてディスプレイで、カメラで人の顔を撮って写します。で、写す時に自分の表情をちょっとだけ笑顔とかちょっとだけ悲しい顔にするんです。そうすると自分が笑っているのを見るとどんどん楽しくなってしまう。で、逆に自分が悲しい顔をしてみるとどんどん悲しくなってしまうっていうふうに、この表情に引きずられて自分の気持ちが変わっていくというような仕組みになっています。で、これはかなり効果があるってことは実験で示しているんですが、まあ、なんでそういうことが起こるかっていうと、我々日常的には悲しいから泣くと思ってますよね。ですけど心理学の人は泣くから悲しいっていうんです。例えばお化けが出て怖っと思ってから鳥肌が立つわけではなくて、鳥肌が立って汗かいたりして走って逃げた後で、あ、怖かったなっていうふうに、実は怖いっていう感情っていうのは体で起こったことを後付けするためにやってるわけですよね。なので体が反応しているように見せてあげると、それに引きずられて我々は気持ちが生じてしまうので、笑っているのを見ると楽しくなるということが起きます。で、感情が動かせるっていうのは、例えばまあ映画をもっと盛り上げるようにするとか、使い道はいろいろあるんですけど、ちょっと変な風に使うとですね、もうちょっと感情の先にある判断を変えることもできます。例えばこれ試着室でさっきのシステムを使ってみた例なんですが、マフラーを2種類してどっちが好きですかって聞きます。で、この時にですね、つけた時にニコッとするようにするんです。そうするとつけた瞬間に自分がニコッとするので、私これ似合ってるじゃんってなって、そっちを買ってしまうんです。で、どっちが好きですかっていうと、自分がよりポジティブに見える、笑顔に見える方を選んでしまうというふうに、我々の好き嫌いの判断みたいなものも実は感情に引きずられているので、感情を変えるともしかするとこういうところが変わってしまう。まあ、もちろんこれは悪用すると良くないテクノロジーですけれど、まあ、こういう可能性があるということを見せるというのはすごく大事なことだと思っています。あとはですね、これは最近スカイプとか遠隔の会議っていうのがありますよね。ビデオ通話、あれで相手の顔が笑顔に見せるようにしてあげると、そうすると一緒にアイデア出しをした時に出るアイデアの数がすごく増えるっていう研究をしました。お互いに普通に見えてる時よりも相手が笑顔に見えると、なんとこの実験では 1.5 倍もアイデアが出たんです。東大生がやってすらですが、で、皆さんやっぱり勉強して頭が良くなると思ってますけど、実は環境の影響ってすごくでかい。相手がいい雰囲気で話を聞いてくれるとか、まあ、いい大学に行きたいみたいなのもいい環境ですよね。多分カリキュラムの問題ではなくて、いい環境に行くと人は能力が引き出されるっていうことがあると思うんですけれど、まあ、こういうふうにお互いに笑顔に見せてあげると、だんだんコミュニケーションが円滑になって、そこで発揮される創造性っていうのが上がったりするということを研究したりしていました。で、まあ、この研究面白いなと思って、それをもうちょっといろいろな場面で使おうという研究をしているんですが、例えばまあ、テレビ会議みたいなものをテレプレゼンスと言います。プレゼンスというのは存在感ですね。遠隔に行ったような感覚を作ってあげる技術です。で、普通テレビ電話ってありのままを送るのが、まあ、是とされますよね。でも例えば寝起きでテレビ電話かかってきて化粧もしてないのに出たくないみたいな時とか、つまんない会議そのまま送ってもつまんないから参加したくないですよね。なのでそうじゃなくて、もうバリバリ持って通話するとか、すごく盛り上がっているようにやって、向こうに送ってあげると、実は向こうからも盛り上がって帰ってくるかもしれないっていうように、実は情報にちょっとフィルターをかけてあげるとみんながハッピーになるんじゃないかということを考えました。というわけで、そういうことをやると現実を超える遠隔通話というのができるわけです。なので現実を超えるという意味で超現実テレプレゼンスというふうに呼んで研究をしたりしています。で、一つ例を出すと、またちょっと変な例なんですけど、コミュニケーションで相手に触るというのはすごく大事なんです。例えば肩を叩いてお願いしたりしますよね。で、例えば僕が今日東大の公開講座でお願いしますって言われた時に、肩を叩かれるか叩かれないかで3割ぐらいやってくれる確率が変わります。これは日常でも活かせるので、皆さんぜひ使っていただきたいんですが、例えば利他的な行動をするとか、やってくれる割合量とか、やってくれる確率が上がったり、あとはまあお医者さんがポンポンとやってくれるだけで少しストレスが下がるとか、そういういい効果があります。ただ一つ気をつけていただきたいのは、これ異性の間でしか起きないんです。僕は女性に肩を叩かれてお願いされるとやるんですけど、男性に肩を叩いてお願いされても、まあ、効果は出ないばかりか、もし僕がちょっと嫌だなと思うと効果が下がっちゃうんです。
なのですごくいい効果がいっぱいあるのに、あの異性にしか使えないのはもったいないと思ってやった研究がこれで、あなたの頭にあるこういうテレビ電話のタブレット端末みたいに腕をつけました。でこうちょっと撫でてくれます。でこういうのでお仕事をお願いするんですね。でも今おじさんが男の子にちょっと仕事してくださいって言うんですが、これを女の子にしてボイスチェンジャーで女の子の声にしてみると、でこれでおじさんが頼んでるよって言っても効果があるかっていうのを見ました。ですっごいつまんない実験、あすっごいつまんない仕事、この丸をドラッグして箱に入れてくださいっていうのをいっぱいやってくださいっていうのをやるときに、こうなでなでするかしないかっていうのと、声を女の子に変えるかそのまま送るかっていうのをやりました。そうするとですね、なんと他の条件では変わらないのに女性の声で触ってあげると仕事をやってくれる量が1割増えたんです。で、タスクつまんなかったですかって聞くと、あの女性の声で触られると、いやタスク面白かったですって答えるようになると。で相手はその親近感どれぐらいありましたかって言われると、いやすごいこう親しい感じですねっていうふうに言ってくれる。で、普通に声を女の子だけにする、女の子にすればいいんじゃないのっていうのに対しては、女の子だけにすると、女の声にすると、あれさっき男って言ったのにこの人女の声だぞっていうので信頼感が下がるんです。不信感が生まれるんですけれど、そこが撫でられると回復するんですっていうので、まあ、こういうすごいいい効果がいっぱいあるよっていうのを、あの男女間だけじゃなくて男の人が男の人に仕事を頼むときにも実は使えるよみたいなことをやっています。で、まあ、そもそも人にそういうジェンダーバイアスみたいなものがあるか、あるのがいいことか悪いことかというのは別にして、そういう効果があるのをポジティブに使うならこういう可能性もあるよねというのを提案しています。で、あの時はですね、見た目結構難しくてやらなかったんです。例えば口パクをしたときにリップシンクで自分が喋った時に口が動いてくれないとか結構問題があったんですけれど、最近いい技術があってですね、こういうふうにまるでこの男の子がこの女の子に乗り移ったように自分の体の動きっていうのを転写する技術が開発されています。で、まあ、こういうものを使うとですね、もう本当にあの自分がこの子になりきったようなことができます。僕たまに遠隔で講演とかを頼まれる時があって、たまにこれ使ってみるんですけど、これを使うとですね、めちゃめちゃ受けがいいんですあのやっぱり特に男性がですね、あのすごく集中して話を聞いてくれるんですねで、その時に聞いてくれるってだけじゃなくて、僕もやっぱり振る舞いが変わってくるんです。男性、まあ、男性でも女性でも相手の遠隔にいる人が僕をこの子だと思って話しかけてくる。例えば子供に向かっては赤ちゃん言葉で話しかけたりしますけれど、相手が僕を何だと思って接してくるかが変わるので、僕もこの女の子らしく返そうというふうに、なんかちょっとずつ行動が変わっていっちゃうわけですよね。なので言葉がちょっと丁寧になったりとか、その振る舞いもこの子がちょっと可愛く見えるように首をかしげてみたりとかちょっとしてしまうわけです。で、それも一つバーチャルリアリティの可能性で、バーチャルリアリティで自分っていうものを変えると、何か大きく人の対人関係とか自分の振る舞いというのが変わると。で、なので最後に自分を変えるというテーマを設定しました。で、自分って結構曖昧で、これはラバーハンドイリュージョンという結構有名な錯覚現象なんですけど、こうゴムの手袋を見ながら同じところをなぞられます。で、今何が起こったかっていうと、これをやるとですね、だんだんゴムの手袋が自分だと思うようになるわけです。で、自分の手はこっちなのに、これは自分の手じゃないので何をされてもびっくりしないはずなんですが、自分の手だと思うのでいきなり何か刺してくる人がいるとびっくりして引いちゃうと。で、こういうふうに、まあ、例えばですね、あの自分の体じゃないものだけど自分の体のように思うことってありますよね。例えば自動車とか自転車に乗ってる時、もう車は自分の体の一部のように思ったりとか、そういうふうに自分の体っていうのは自分はどこまでかって思う気持ちっていうのを人はコントロールできるんです。ということはうまくすると、あの例えば手が3本になってうまくそれが操れるとか、指が6本になってもそれがうまく操れるとか、そういうことが起こってきます。で、これ我々がやってる研究でエクステというのなんですけど、こう箱の中に手を入れると自分の手が出てきてピアノが弾けるんですけれど、指がいきなりこう2倍に伸びたりですね、こう指が10本になったりっていうのをやって、どの条件だったらピアノがうまく弾けるか、つまりすぐ使いこなせる体のマッピングって何だろうっていうのを探ったりしています。
例えば指は2倍まで伸ばしても全然操れるけど4倍になるとうまく弾けなくなるとか、左右の関係が入れ替わってしまうと左手で右手を操作するみたいになるとうまく動かないとか、そういうことをちょっとずつ明らかにしています。でもう一つ、人は道具を使いこなせますよね。道具を使っているとき、例えばこう棒を持って棒で何かをつつこうとしているとき、棒の部分も自分の体の一部のように人は思うことができます。でそれがどうやって行われているか、でこのとき例えばですね、そういうのはうまい道具を作ってあげると人の体の一部のように振る舞えるし、逆に人の体がうまく動けなくなったときにそれを補うような機械をどうやって作れるかという話にもつながってきます。これはですね、 Google が作っているリフトウェアというスプーンなんですけれど、これはパーキンソン病の方の向けのもので、パーキンソンの方って手が震えてしまうと、なのでご飯がうまく食べられなくなったりとか、まあ、こぼしてしまうので人前でご飯を食べるのが恥ずかしいということでどんどん引きこもってしまったりすると。でこれはですね、手ぶれ補正の機能がカメラについていて、カメラの手ぶれ補正の機能がスプーンについていて、こう手ぶれをするのをスプーンの先では止まるようになっているわけですね。でそうすると手は思う通り動かせないんだけど、スプーンの先はこの人が思い通り動かせるようになるわけです。つまり道具が体の一部になってくれることで、この人は意図が実現できるようになる。でそういうような道具の作り方っていうのもあり得るんじゃないか。体の中に機械が入ってるんだけど、それをうまく使いこなして自分の体のように使える、そういうのも一つバーチャルリアリティで追求できる新しい価値だと思っています。でそういうことをですね、やるためにどれぐらいサポートしても大丈夫かっていうのを考えていて、例えばこういう実験でジャンプゲームというのを作りました。これはこうマリオみたいにジャンプして右から来るアイテムを取るんですけど、こう貯めてジャンプするんで、その貯める時間とかが違うと取れないんですよね。で大体皆さんやってみると全然取れなくてつまんないゲームだなって言ってすぐやめちゃうんです。でこのゲームに軌道を修正する機能っていうのをつけます。で軌道を修正して 100% 取れるようにすると、自分が失敗したと思った時にも取れちゃうので、あこれなんか裏側で変なことやってるなと思って、そのゲームはやってくれなくなる。で、じゃあこの補正っていうのをどれぐらいうまくかけると、あ今まさに自分が取れると思ってやった瞬間に取れたと思えれば、自分がやってるような感覚になるわけですよね。で、そういううまい補正の仕方っていうのを入れてあげると、機械と人っていうのが実は一体になれる。その人と機械が一体になれる範囲っていうのを調べるために、こういうゲームを作って、パラメーターの設定とかを探しています。で、まあ、これゲームの話じゃんと思うかもしれないですが、実はすごく社会で今問題になっていることと直結していて、まさに自動運転の話なんです。つまり自動運転っていうのは自分が操っている機械っていうのが勝手に動くわけですよね。だけどそれが自分の危ないと思った瞬間にブレーキを踏んでくれればいいんですけど、そうじゃない、例えば自分は全然危ないと思ってないのにブレーキを踏まれちゃうとか、その自分はこっちのレーンにいたいと思ってるのにそれに意に反してレーンが変わってしまうとか、そういうことが起こるとやっぱり信じられなくなるし、逆にもう機械が何でもやってくれるからいいじゃんと思うと途中で寝ちゃったりしてこう事故につながると、そういう不信とか過信とかを防ぐためには自分が全てをコントロールしてるんだよという感覚を作り出すことが大事になります。なのでそういうことを調べようと思ってこういう研究をしていました。でさっき僕が美少女のアバターになって講演をするという話をしたところで少し触れたんですが、実は自分がバーチャルリアリティの世界で何だと思ってるかとか、自分の体がどういう状態かっていう認識が変わると人はパフォーマンスが変わってしまうということが結構最近のバーチャルリアリティの研究で分かってきています。例えばですね、これは太鼓を叩くバーチャルリアリティで、こういうふうに体にモーションキャプチャーのセンサーをつけるとですね、自分が動くとその通りバーチャルリアリティの中の自分が動きます。で太鼓を叩いてくださいと言って、この先生に従って同じリズムで叩いてくださいねと言った時に、こう手だけとか見せたり、こういういかにもかっちりしたこうスーツのネクタイのサラリーマンみたいな形で自分を表示するとあんまり動かないんです。ですけどこう黒人のアフロのいかにもノリがいいお兄ちゃんだぜみたいに見せてあげると手の動きが大きくなるんです。で太鼓のリズムも良くなると。でこういうふうに自分が何だと思ってるかで自分の行動を変えてしまうってことはやっぱり起こると。でこれって実は社会でいいことにも悪いことにも使えて、つまり人のパフォーマンスっていうのはその人にどういう役割を与えるかとか、そういうことで変わっちゃうと。でそういうところがバーチャルリアリティでもっと調べられると、もっと有効にそういう機能を使うとか、ネガティブなことを防ぐとか、そういうことができるなと思っています。でこれが最後に紹介する研究で、
最近ですね、まあ、これはアメリカの研究ですけれど、 VR でやったことっていうのは現実にどれぐらい残るのかというのを調べた研究が増えてきています。やっぱりその VR っていうのは現実と切り離されてるじゃないかと思うかもしれないですけれど、この研究ではですね、スーパーマンになるバーチャルリアリティのシステムというのを体験してもらいます。自分がスーパーマンになってですね、こうやると空が飛べるんです。で、空を飛んでいくと子供が困っているので、そこに行って子供を助けて戻ってくるというような体験をします。で、全く同じ映像なんですけど、自分はヘリコプターに乗っていて子供を助けない、あのヘリコプターに乗って言われるがままに飛んでいくと子供がいて、なんか救助隊の人がポッと拾ってまたヘリコプターが飛んでいきますみたいな映像を見せられます。そうするとですね、まあ、そこは実は実験の前段階で、その後にアンケート取りますねって言って、この実験者のお姉さんが、こう紙を渡そうとしてくるんですけど、紙を渡そうとするときにわざとペンを落とすんですね。このペン束をこうガシャンと落とすんです。で、この時にこれが本当の実験で、何を見るかっていうと、お姉さんが落とした時に実験をしてる受けてる人が拾ってくれるかを見るんです。で、ヘリコプターに乗った人たちは拾ってくれない人がいたりとか、まあ、拾ってくれる人もいるんですけど、だいたい平均で6秒ぐらいかかりました。で、面白いことにですね、スーパーマンを体験した人は2秒で立ち上がって拾うっていうのが平均になってます。つまりバーチャルリアリティの世界でヒーローになった人っていうのは、現実でもモラル的な行動をしているということになります。で、まあ、もちろんそれを言うと皆さん、じゃあ人を殺すゲームとかをやると現実でどうなるんだと思われるかもしれませんけれど、まあ、それはもちろんそういう可能性があるということが分かったら、どういうコンテンツを作るかということに生かすべきですし、まあ、最近のゲームっていうのはですね、大体人を殺すこともできるんだけど、人を殺すと後味が悪いようになるとか、そういう懲罰的な行動が必ずセットになっているようになってますので、まあ、あんまり今現実にはそういうことは起こらないかなと思いますが、でもやっぱりこういうふうに VR で起こったことっていうのが現実に持って帰られて人の行動を変えているということがだんだん明らかになってきています。で、こういうものを明らかにしていくことってすごく大事なことだと私は思っています。で、そろそろ時間なのでまとめに入ろうと思いますが、今日はですね、バーチャルリアリティっていうのは現実をそのまま再現するんじゃなくて、我々が現実だと思うこと、つまりリアリティ、現実感を再現する、そのためにエッセンスとしていろんな感覚の情報を出してあげるということをお話しました。で、感覚しか我々は手がかりがないので、感覚を変えてあげると人の行動も判断も変わるし、それによって人の関係性だとか、社会での振る舞いとかパフォーマンスとかいっぱい変わっちゃうわけですね。で、現実が変わっていくと。で、これってまあ大体薬と同じなんですよ。薬だって使いすぎると毒だし、いいように使わないといけない。で、用量用法っていうのがあるように、バーチャルリアリティっていうのも現実を変えるということを分かったら、じゃあそれをどうやって使っていったらいいですか、どういう分野では使っていいけどどこに使っちゃいけないとか、どういうぐらい使ってもいいですよっていうのが分からないといけない。でも、それを判断するためには誰かが VR でこういうことが起こりますよっていうのを言わないといけなくて、まあ、そういう研究をしたいなと思って、いろいろああいう事例を研究しているっていうのが私の研究になります。というわけで以上で、今日の講義を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。Thank you.